誰が出てくるか。やめろ。よし、素晴らしい、めちゃくちゃ展開いいです。おお、よしよしよし、頼むぜ。 OK、 2択です。まあ小投資で引っかかって一回こういうサンプルも取れたしっていう意味では全然大満足です。基本的に裏キャラモードは、低いモード、いわゆる犬モードに滞在している時ほど初当たりが当たりやすいっていう、まあ、特徴になってまして、逆にその嫁とか親父と呼ばれる、まあ、特に最上位の親父モードとか、まあ、通常時そこに移行すると当たればかなり強いゆるチャレが出てくる代わりにちょっと当たりづらくなってますんで、この有力化移行後の上位モードを活かせるかどうかって結構重要なんですよね。早い初当たりが多いと、まあ、一見ちょっと高設定かもなって思っちゃいがちなんですけど、犬ばっか出てくる台は危険信号と考えていいと思います。逆にちょっと当たり手こずってるけど嫁ばっか出てくるんだよなっていう台は、まあ、ちょっと様子見たくなりますよね。さあ、とりあえず454も超えそうなんで2段階の保険はかかりましたね。まあ次の初当たりが犬だったら諦めようかなぐらいですかね。そうなってくると、まあ一つリレーできる情報として3台以上設置機種プラス末尾の黄金パターンでも機種によりけりっていう情報は引き継げるとは思うんで、無駄な配線ではないと思うんですが、ああこれいますね。あの右上がりから15ゲームなんで、で123のナビが出てチャンスナビっていうのはもう法則矛盾。あ、レア役あんのかい。あ、やっぱいました。さあ、これが犬だとちょっと厳しいんですが、一応レア役から直で当たってて天国じゃなかったかもしれないところで当たってるんで、そうすると一応犬 P の可能性が上がるんで、一概に犬出てきてダメとも言えない当たり方は一応してます。ああ、まあ嫁が出てきたんで嫁モードか犬で嫁の振り分けを引いたかのどっちかなんですけど、まあ素直に嫁と思ってもいいかもしれないんで、まだちょっと分かんないですけど、騙されてるかもしれませんよ私は。まあとりあえずこうクリアして手玉作りたいですね。やめろ。となるとやめづらいけど不安材料は増えていくっていう一番辛い展開です。計画ではないぞと。お、今日初の中断機だな。犬 B とかにいると全然天国じゃなくても中断機なので刺さる可能性があるんで、しっかりゲーム数数えながら当選経験の判別していきましょう。この倍数ゲームからずれたら天国上がって謎当たりした可能性が高くなるんで、まだゲーム数的には可能性あるけど、まあいなそうですね。中断機7からのダイレクトヒットはなし。ああ、でも天国には行ってる。まあ、もしくはもうそれで当たったかどっちかですね。うん、これで天国確定、天国以上確定ですね。さあ、なんか引いた。おお、これは刺したいですね。どのモードにいようが刺したい。あ、右からなんで、まあもうモードアップ以上確定する状態で、もうモード上がるとこないんで、これ当たりました。今の中断機なので GG に当選したよっていうスタートですね。この次ですかね。
さあ中段キナナから15ゲーム、まあ、中段キナナでのあたりと。さあここは一応竜巻雷飛天杯出てるんでここで止まらないと、うん、そうですね、やっぱ戻り子いいな、まあ、余命全部余命だったら良くないんですけど、そんなことはさせないと信じたいんで、さすがに悪くなさそうに見えるな、これは。そろそろ灯台、お願いします。もうジャックでもそこまでね揃わないってわけでもないんですよ。おーし、いや26使ってますからもう明快ですよ。ただこっからです、俺は諦めない。行きましょう。これで AT 終了画面のサンプルも増える。フラッシュバックとかなしなんで、まあ、いつも通りのステポネさん。これ7ぞろい降格とかでスタートしたいんですよ。これですよ、これですよ。あ、早いよ、クリアが早い。 ST1 ゲームか。これで10以上ですね、あのストックある状態でクリアするんで、この7揃い降格で7を揃えるとゲーム数も優遇されるんで、ここは欲しいな、うん、やばい、7揃い降格中に終わんないか、勘弁、揃ってくれ、せめて奇数がやめてくれ、頼む。だから1ゲームでクリアすると次のセットなんか引ける気しなくなるんだよ、 ST マジック、やめろ。まあ一応こんなやつですけど弁護しておきますと、この台が悪いんじゃありません、私が下手なだけです。もう下手くそだな今のは。しかもあの非継続時に一番枚数が少ないパターンで終わらせちゃったんで、最低ですよこれは、最低の所業。おっ、ああ、よし、いってるいってる、オッケーオッケーオッケー、頑張れ、レア役引こう、レア役を、よし、ただまあほぼローだと思うんで、レア役じゃないんで行こう、景気がなんとかなりませんかね。ここで中段リプレイ、中段リプレイ、一応ファイヤーするけど、ナビなしファイヤーしますけどね、中段じゃないリップ。頑張れ、行け、やれるぞ。あー、さすがに荷が重いか。あー、まあ一回チャンスもらえただけでも御の字の展開だけど、行かせねえな。頑張れ、頼む。おおと、おお嬉しい。これで引き戻し以上です。で成功すると、ジャッジメントがユルセポネかハーデスになる。うわ、めっちゃ嬉しいわこれ、助かる。こ
それ文字色あった気がするな。青は赤がだったら確かチャンスがあった気がするんですよね。もう全然引けてないんで頼むよ大将。振られてしまいましたんで、ゆるべる水上のジャッジですね大将でまあ引き戻せただけでもありがたいわ。でこの時一応プッシュして泣いたら超ゆるべロスとかもあるんですけど、まあノーマルゆるべロスっぽいんでワンセットでいい。とりあえず戻そう、巻き戻そう。今日ちょっと巻き戻しの引きもあんま良くないから。オッケー、ハーデスの演出は安心パパ。オッケー、いいよ、ナイスファイト。お、これは内部的に許せぽのやつですよ多分。だから多分1回目自力で負け戻した時10出てきたのは内部的に継続ストック持ってたからだってことだと思うんですよね。で多分内部的に7ぞろい高額なのか、ただ単に普通の内部許せポネなのかは分かんないですけど、終わっちゃうじゃんそんなこと言ったら。頑張ってって、まあまあまあ今日は巻き戻しが下手だわ。ちなみにこのゴッドラッシュの文字がひらがなだったら高設定確定ですね。何で終わりかな。まさかの2連続ワイフない。さすがにないね。あ、そして終了画面はもうデフォルト中のデフォルトです。何の参考にもならんやつ。今初当たりを、まあ、特殊なケースで4回引いてるんで、まあ、一応3回とすると嫁犬嫁と来てますからね。次も嫁とかだといよいよちょっとやめづらくなっちゃうかなーっていう感じにはなりますね。おお、お父さん、お父さん助けて、テンパって。はい、無理でした。まあそんな期待できるって言ってもそこまで高くはないんで、ただドキドキはできます。おお、図柄巨大化で、しかもハーデスバージョン、今度こそあれかもしれないぞ。ドラアーツ、まあ中断機なんでしょうね。でもあるんですけど一応ビダ押していく。はい、滑られました。ただ当たってもおかしくない、準備以上にはいてもおかしくないんで、天国行ってくれ最低でも。おお、ハーデスフィル、ちょうど10ゲーム目、あ、中断機能から当たりました。なんで、まあ、天国で引いてなければ天国準備以下での当たりになるんで、まあ、犬が出てきても、まあ、犬 B は一応高設定で行きやすいんで、ここでの犬はあんまりダメージにならない犬ですね。まあ、もちろん犬以外がいいですけど。ああ、なるほどね、犬 A ではなさそうな気もするけどな。クリアしてくれ。お、これレア効いてない、効いてる、チャンスだぞ。いっぱいな、お、内部的にいっぱいポイントもらってて、表示は緑でもお願い、お願いします。
頼む頑張ろうな。こっち選ばれたら確定、こっち選ばれたら確定だから爪でいい、いつもの爪でいいよ。頑張りすぎなんだよ、爪でいいんだって。あーっぷりもらってない目が。ということはすなわち ちゃんとしっかりユリカナブも消えてます。うん、これは言い出し方なし。ペルセポネついてきてよ。さあこれで天井です。まあ一応ストックが2個あれば、1個出てくれば特殊抽選で当たったのかもっていう期待が持てる状況ですね。さあどうなるか。犬は出てこないような気がしますが、犬だったら犬で闇天国大チャンス。やっぱそうですよね、これだからやめれねえですよ。ただまあこれで失敗して闇天国行かなかった時どう判断するかですね。 50% を使ったのか、余命だったから 50% の抽選なかったのか。だから闇天国行くとほぼほぼ余命 B なんで、モード移行はいいってことになります。ただなこと言ってる場合じゃないんだよ、クリアしないと。これそういうの良くないと思うな。俺は500ゲーム頑張って歩いてきた人に対してカットインを一度も見せないっていうのは良くないと思うよ。僕は良くないと思うよ、本当に。ちょっと良くないって、良くないな。これは印象悪くなっちゃうから、ここでカットイン出て揃うとめっちゃ印象いいけどね。あ、そっか、カット1回出るまで終わんないんだ。そういえば確かそんなことがあった気がします。ならば風を引かずに本物を引けばいいわけでさ。分かったよ、本物は内部的にリプレイ、すなわちリプレイを引いてカットインを出せばいい。いいじゃん、むしろ手玉風優しいじゃないか君は。優しい子でした、むしろ逆に優しい子でしたよ。出玉増やさせてくれるんだから。あとは強カットインが出てズビシと揃えばいいわけですね。信じていいのかな君のことを。弱いです。前のゲームリプレイだったじゃないか、やめろよ。なんやもうやーなんだけども、なんでその前のゲーム出してよ。嘘だ、お願いします。話したくねえ、話したら決まっちゃうんだこれ。じゃあ見ずに闇天国行くかどうかを判断します。行けよマジで。これはどう判断すればいいんですかね。余命だったのか余命だったのか。一応設定4以上だったら B に行く方が可能性高いんですよ。で、1から3だったらもう圧倒的に余命の可能性が高いんですよ。ただその場合、余命合算で 35.1% しか振り上げないんですね、裏モードの振り上げが。で今日、初当たりが余命、犬、余命、余命と来てるんですよ。そんなに 30% 私は引いてるってことですか、とは思いがたいんだよな。ただまあ設定56だとほぼ余命がないんで、マジで今闇天国行ってくれたらこんな悩みいらなかったんだよ。
とりあえず一回ここの有力化移行後の見ましょう。とりあえず、いや殺傷、とんでもなく殺傷だわ。これ当たってよ、お願い。あ、大丈夫ですね。さあ、まあ何にせよですよ、何にせよ、彼がトゥーザストップしたら絶好です。いきます。俺はお前のことずっと友達だと思ってた。お前の本音を教えてくれ。これはこれでもうダメだ、やめれない、このタイプをやめれない。俺は人としてやめれない。あんだけ言っちゃった友達に僕が入っちゃったんで、本当に許せぼれ出されたらもうちょっとやめられなくなっちゃうんだよな。いやー、ここはクリアしよう。とりあえず今日一応成功率 50% ぐらいで来てるから、ちょうどぴったり。ここは成功のターンなんだ。ごめんな、悪く言ってお前のこと。俺はお前は友達だ、やっぱり。皆さん、俺の大親友のハーデスです。今後ともよろしくお願いします。いや、喜んでる場合じゃねえんだな。でもサブロック使ってんだよな。まあまあ、とりあえずなんとか最悪の最悪は回避したんで、今度こそ伸ばしましょう。降格したと来い。ならぞれ降格来ない。じゃあここは耐えよう。さっき1ゲームで当ててすぐ終わらせちゃったから、使えるものは全部使おう。10ゲーム間当たったら 70% あります。レアエグだと一応弱い円錐いってるんですが、でまあなんか外れたら外れたでちょっと悲しいですけどね。でもこれ2セット目で起きなくてよかったなって思えるんで。あー弱しい。ちょっと今日は継続が下手ですが、なんとか今までで1番乗せることができました。やっぱ7揃い効果が偉大。ちょっとちょっとちょっと元気なさすぎじゃないか君たち。頼む。よし、直のザル 30% ぐらいからね、確か30か15どっちだったかな。もうゲーム数ないんで、もう直の線にかけるしかない。頼む、ジャッジメント、直のジャッジメント。あー弱い。あー何もできない。何をさせてもらえないな。で、AT 中が下手すぎる。ワイフ頼む、ワイフお願いします。あーもう何にもわからんち、何にもわからんちです。ダメだから、手ごわすぎる。何から何まで手ごわい。あーでもまだ生きてるのか店長が。あー生きてた。ただちょっといろいろごちゃごちゃ引いてるんで、ちょっと微妙なゲーム数ですね。僕のカウントを見せてる可能性もありますし、まあ、天国での当たりは間違いないでしょうが、どうだ。おお、もう安定しすぎてるな。読めってる、ずっと読めってるよ。くわー、安定感がすごい。
まあこうなってくるとさすがに正直4以上あるとは思うんですけど、そのこれだけ三大島がまあ強いんだろうっていう時にさらに松尾が強い可能性もあって、それがゼロ第一候補の松尾であってこの挙動だったらまあ4以上はあるとは思いますが、私の人間設定がマイナス2ぐらいでもっとポテンシャルを全然出し切れてないですね今日は。さあというわけで、友達にいっぱい私の糧を持ってかれたそんな実戦でございましたけれども、まあ結果を先に申し上げますと投手が、47ほど入りまして、で、最後ですね、あの余ったコインをパラパラっと投げ入れましたらサマイスはマイナス2228枚ということで、まあ致し方なしです。まあ結果的に、まあ予想の設定としては4願望込みの4なんで、まあ2かなっていう感じですけど、まあ3台以上の設置機種で、まあ、真ん中の台がちょっと動いて右側の台はずっと動いてっていう感じで、まあ、真ん中の台はパッて出てパッてやめていかれたので、まあ、ちょっと分かんないんですけども、まあ、まあ可能性があるとしたら真ん中の台の方がありそうかなとは思いました。ゆるせっぽの1回とゆるベロス1回を僕は確認してて、右側の台は最終的に盛り返したんですけど結構やっぱゆるチャリゆるベロスが多かったんで、まあそういう意味で言うと、まあ、僕の台が、まあ、偶数っぽくて真ん中の台がもしかしたらその偶数の上とかあったのか、それか5とかあったのかなとか、まあ思うところはあるんですけども、まあ結果的にはその後に店内ぐるっと回ってみて、まあやっぱりレビンさんが、僕に引き継いでくれた通り松尾全部が当たりっていう感じでは今日もなかったんじゃないかなと思いますので、でもしかしたらゼロの隣の9とかその辺が結構出てる印象もあったんで、じゃあ9を次狙えるかっていうとまあ難しいじゃないですか。0と5が一応強い傾向があって他の末尾をじゃあ狙う根拠ってなかなか作りづらいと思うんで、まあそうなってくると多台数設置機種をまあ前日のデータとかしっかり見て狙い台絞って打った方が後悔はないのかなというふうに思いましたんで、まあそういった意味では今後僕の敵を取ってくれる出演者の方にはとりあえず台数を置いとこ行きましょうと。で僕みたいに300番とか抽選でちょっと引きが弱い人は、まあ、バラエティコーナーで前日へこんでたバイオセブンとか、あとグラフは見てないんですけどイニディも結構へこんでて、今日は一応多分箱使ってたと思うんでこの時間で、なので、まあ、例えばバラエティしか取れないっていう時にはちょっと新しめの台の数日へこんでる台とかを狙うのがいいんじゃないかな。でもしもですよそれが取れない500番とか600番とか引いちゃった方は一応リノに末尾ゼロがございますので、もうトマトとの一騎打ち、それも悔いのない戦いの仕方かなと思います。あとは結構朝はディスクアップとか空いてたんで、まあちょっと番号悪かったら王道ですけど甘い機種で今日は一日しのごうという戦いがいいのかなと。かなり稼働も良くてすごく見切りの上手なお客さんも多いんで、なかなかこうチャンス回ってこないと思いますんで、そういう守りの戦い僕もしておけばよかったなと反省、いや後悔じゃないですよ、反省をしております。はい、まあそういった形でハーデスは手強いなと改めて思いましたが、6号機ですよ皆さん、5号機じゃないんですよあのハーデス。それでこんだけ負けれるということはもう時代は変わりつつあるんで、あんだけ負けれるってことはその代わり出るってことですから、やっぱりその6号機はダラダラしててちょっとまったりしすぎだよっていう印象をまあ抱いてる方、僕ももちろん当初の6号機は思ってましたけど、やっぱ時代が変わってきてるなと私身をもって皆様にお伝えできたんじゃないかなと思いますので、もっともっと革新的な機種出てくると思います。今後バスロー楽しんでいきましょう。というわけで私の実践はこれにて終了いたします。本日もお疲れ様でした。